こんにちは。ありがとう。今日 SNS 全部やったよな。めっちゃおもろい。急段カッターかんてやばい。こんにちは。はい、ということでまずお名前呼びます。アッシュ、コンサ、オレンジさん、ロンロ、 KT、 ミャミャミャ、ツッツ、まえちゃん、ゆうやくん、もっとおでんや、ミャミャミャ、チーズケーキ、これケンダブロスさん、松村さん、月広、オメガセブン、スイニートット、隠れファン、阪神優勝、ロンド、ユキンコ、ありがとう。うん、私マナエモンじゃないです。オレンジさん、ユキンコ、ありがとう。泣ける一曲、出会った頃のように、まえちゃん。泣ける一曲なんだろうな。泣ける一曲か、ちょっとわかんないな。泣ける一曲ってなんだろう。泣ける一曲、バファエールでしょ。 MJ、 ケンザブローさん、モモイナ、モモイナ、コドネ、オメガセブン、嬉しいよね、ほんと。つぶきち、コドネ、おはろちゃん、ゆうきさん、ラインポン、ゆめそら、お、ゆうきさん、マジ、だってさ、待て待て、コドネ、おめでとう、ありがとう。ゆうきさんがお誕生日だって、昨日。ごめん、昨日になっちゃってごめんね。おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー。良い一年にしてね。いつもありがとう。昨日になっちゃってごめんね。おめでとうだよ。ありがとうだよ、いつも。おめでとうございます。だ、ラインポン、ゆめそら、大輔。そうなの、アベッチなんか言ってた。MJ、レターありがとう。タッチン、トロロン。月広ケーキありがとう。あ、それが思った、それの話してたんだって、あのオンエアとかラジオの後思った。月広カップケーキありがとう。極悪浄土、なんでみんなそんな見てんの、すごいね。ありがとう、トロロン、太一郎。これ確かに、このテロップってホリエモンさんにおめでとうって言ってるよね。太一郎、キャゼビ、カックン、わかる、ビビる、おでん屋。もっとハートありがとうね。ひろふみ、おでんやモンブランありがとう。そうそうだよ、よく知ってちゃう。ゆっきーこんばんは。松村さん、モンブランありがとう。えいじさん、こんばんは。ゆっきー、何、クリスマスの思い入れ、クリスマスソングの思い入れについて今度聞かせてね。そう、え、地面師超えてるの。ああ、そう、私知らなかったよ。みんな知ってんの、みんな人気やの、みんな今風の人ですね。松村さん、誰もありがとう。マ31、エル特急カモメ、ヤッホー、こんにちは。おねむちゃんです。正直大阪にまず帰ってきました。うん、はい、すごい縁。だからオリックスファンって言っていいんかなっていうちょっと思ってる。安成見た、大谷選手ね、見た。いいよね、ああいうのね。お疲れ様。あー、おいで、ケーキありがとう。はい、こんばんは、皆さん、こんばんは。エリスさん、モンブランありがとう。みやびさん、うん、うせやん、してくれんの、ありがとう、優しい。うんちゃん、エリスさん、誰もありがとう。こんにちは、皆さん。うん、セーフなの、本当？
マジでセーフ。うん、どんちゃんやっほー、シャンパンかけられてる。あはははは、そうでしたね。うん、え、そうなんですか。元 e-girls のリーダーってどなたなんですか。どなたなんだろう。うん、ぜひ出していこう。逆に、うん、昨日のインスタのストーリー、あのコスモスですか。あれもアベッチ、コスモスはアベッチだよ。ルンルンシューティングスターありがとう。みやびさんハートありがとう。タッチンカップありがとう。どうもこんばんは。コスモスかな、合ってるかな。昨日何のしたかな、ストーリー。こんばんは。出してっていいんですかね。すごいね、山本投手。あ、コスモスはスワベッチですよ。コスモスは取り合いっこしました。とってもおねむちゃんなので、今日はこの報告だけしたら去ります。ユッキー、ケーキありがとう。こんにちは皆さん。タケ、こんにちは。結婚してありがとう。ステラ、ありがとうございます。はい、ということで、ご存知の方たくさんいらっしゃるかと思うんですけれども、ヤフカラホーこんばんは。どうもカップケーキありがとう。もう一度、もう一度二度三度言いたいと思います。うん、うんうんうん、あー、なるほどね。だからそうなんだ、オリックスは大丈夫なんですか。じゃあだから楽天って意味なんか。どうもケーキありがとう。どんちゃんもケーキとカップケーキありがとう。そしたらモンブランありがとう。どもやすくん、タンタンティこんばんは。え、あのビップ席やろ。そうですね、着るんです。でもなんかお父さんこんばんは。はい、ということで、あれツイートしてないか。どうも誰もありがとう。エマルンピこんばんは。ビップ席行きますか。おお、ビップ席、うん、ビップ席来てくれたら。でもほんまにあの普通に、てかご飯が、ちょっと待って、この話ちょっと後でするわ。今ツイートしました。嘘絶対。めっちゃおもろいやん。マジ年間シュートよりそうなんですか。そりゃすごいことや。はい、ということで皆さんに報告があります。おー、今 SNS 見たらゆうきちゃん出てきて、かわいい。かわいいな、くまさん。かわいいですね、くまさん。はい、そうそうそう、生誕祭。そう、何知らないんだけど、ドキドキ。ドキドキだと思うんですけれども。アマックス、ヤッホー。こんばんは。いい時に来てくれました。なんやなんや。まあ皆さん何のことかわからないと思うので、びっくりしないで聞いてほしいです。ぜひびっくりしないでください。12月の12日から18日まで、全く2ヶ月後や。ピッタ2ヶ月後やね。まだ何も言ってないですよ。まだ何も言ってないです。大変だ、驚いた。まだ何も言ってないです。私まだ何も言ってないです。あなたたち、私まだ何も言ってないです。おお、サトシ久しぶりじゃん、元気。あなたたち、まだ私何も言ってないので驚くことじゃないですよ。聞いてください。そんなことより歌いながら発表してはやばい。無茶ぶってコントってもろこしつちやほー。
そんなんどうすればいいの。違う違う、まだ何も言ってない。すごい、まだ何も言ってないです私。はい、12月の日付しか言ってないです。あと2ヶ月後っていうことしか言ってないですね。はい、12月の12日から12月の18日、マックスタルもありがとうね。いいの言って言っていいんですか皆さん、大丈夫ですか、うんうん、恋愛小説家ヤッホー星ピーこんばんは。え、本当早いね。いいですか。違う、言わないっていうのはなし。おじおじヤッホー5分後にしよう。なんで、もうすぐあれ、もしかしてもうすぐ毎日アイドルなんか、もしかしてみんな言うで。まだもう今日はな、今日はな、東京から大阪に帰ってきてるからな。そう、もうおねむちゃんなの私、こう見えて。いいですか、うんうん、越えてゆける、ドゥ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 、明日に持ち越しする。愛せ至極散々な僕らの日を、いきますよ。いいんですね、言っちゃいますよ。大阪屋で使いました。うん、そうやね。スーパーウィング、おウィングだ、オブトコート言いますで。いい加減に行くで。12月の、おー、12日から18日、おー、東京キネマクラブにて、おー、堀江貴文さんプロデュースミュージカル、鈴木治さん脚本のブルーサンタクロースに出演させていただくことになりました。そうだったの、マナティ、そうだったの、なんだってなんだって、そうだったの、マナティ、そうだったの、びっくりなのだが、メリークリスマス、ありがとうございます。メリークリスマス、おつつ、メリークリスマス。はい、岡村さんおめでとう、やったね、やった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 やん、誕生日もおめでとうねおめでとうございます。あーげー、ありがとう、おめでとう、おめでとうございます。知ってます、知ってます、森三中さん、わかります、大島さんですね、わかります。鈴木治さんわかるよ、もちろん。佐野丸ママヤホー、高一さんこんばんは、びっくりですね本当に。そう、しかもあの新作、あのそもそもずっとクリスマスキャロルっていうあのミュージカルをホリエモンさんは長らく、あ待って、その前に毎日アイドル1978日、おめでとう、マナティおめでとう、1978日おめでとう、マナティおめでとう、1978日おめでとう。そう、まず1978日祝って先に、はい、マナティおめでとう、1978日おめでとう、マナティー、ありがとうございます、ありがとうございます。本当にそんなスタンディングオベーションなんて、 MJ レインボーありがとう、ありがとうございます。本当に、うん、阪急優勝の1978まですよ。主演と脚本家見て普通にビビるわ。あ、世代の方ですか、もしかして同世代の方ですか。はい、ほんとその通りでですね、あのホリエモンさんがもう結構何年もやってらっしゃるミュージカル、待って何年やってるんやろな、ちょっと調べるわ一回。うーん、これモナだけ
マナだけホリエモンミュージカルで検索したら私の写真出てくるのってマナだけ、これみんな出てこへん私だけ自分やから出てくんの。ホリエモンミュージカルで自分の写真出てくんねんけど。あ、クリスマスキャロルは配信で一回見たことある。えワイもマナティの写真出る、これなんで推しやから、これなんでマジでワイも出る、これなんでスクショしとくわ、なんでこれ、うん、これなんでですかえ、球団買収の話は触れていいやつですか2010年から始められたので、あ、モノチ出てくる、え、これなんでこれはなんでこれは何も知らんで、これマジで何も知らんで、なんでなんでこれなんでなんでモノ出てくるの増えたらあかん、いい年末になりそう、こちらこそありがとう、そんな風に言ってくれて、これなんで、でも押したらマナじゃないやんな、なんでマナ出てくんの、え、グーグル買収してないやめてよやめてよ、そんなことないやろ、ほんまよ、そうやね、なんでマナ出てくんのこれ、なんでマナ出てくんのやろな、結構マジで、うん、ね、嬉しい、普通にちょっとマネージャーさん言ってみる、これマナ出てくんねんけど今マネージャーさん言っていい、ごめんこのタイミングで、ちょごめんごめん、ほんましょうもない、このしょうもないこと報告しに行っていい、ミュージカルで検索したらマナの写真出てくるねんけど、マナだけにやり、これなんでほんまにうん、これマナもスクショした、あー、あから始まってマナが最初なのかな、どうなんやろ、あ、そうそう、2010年からなので分からへん、走れドゥ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 、どのとこ分からへんかも、今年で14年目のミュージカルになるんですよ、で、あー、ツイッターがってことか、ありそう、全然、でもにしても変じゃない、そう、14年目で初代のヒロインは安田美沙子さんが演じられていたり、私が検索した時は、え、だよね、やっぱ最初じゃないよね、私が検索、え、そうなの、マジそうなの、うん、桜井大作戦先輩ってどういうこと、え、そうなんですか、シンプルに可愛いから、ただもありがとう、嬉しい、シンプル嬉しいこと言ってくれるやん、嬉しいわ、素直にありがとうな、言うことない、ありがとう、褒められたわ、安田美沙子さんに最初だから当て書きなんですって、クリスマスキャロルは、まあちゃこんばんは、そう最初はね、え、どなたですか桜大作戦先輩、そうなんだ、横山さん、へえ、そうなんだ、そうなんだ、すごいじゃん、空を歌も上手ですね、で、ほんで、何をと思ってんだっけ、あ、そうそう、安田美沙子さんが初演のヒロインされてて、その後は武田玲奈さんとか、わかるかな、武田玲奈さんとか、鎮西鈴鹿さんとか、フルッパーのねとかも以前ご出演されておりました、去年の、クリスマスキャロルのヒロインを田島メルさんが、 HKT さんのね、田島メルさんがしてて、メルさんは今回もご出演されるので、ご一緒できるのが、私見てたので、しっかり HKT さん見てたので嬉しい、今回一緒に出させていただける方、結構まだ普通に知ってる方多くて、一方的に、はい、ちょっとゆきちゃんこんばんは、まーちゃんもこんばんは、そう、一方的に知ってる方多くて、
てかのんちゃんと舞台一緒に出てた方多くて、そうまたまた篠原さんの話ここでもしちゃう。結構だと思います実際で。なんか違う違う、竹田玲奈ちゃんってわかんないかな、何って言われたら難しいんですよね。今透明の私たちとか出てますね、アベマ。ちょっと私見てないんだけど、何って言ったらいいのかな、いろんな活動されてる方です。うん、そう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 、竹田玲奈さんが昔ヒロインされてたりとか、結構名だたる方々がご出演されますので、ちょっと嬉しいです。 VIP 全通嬉しいけどそうで、っていうこともあったりとか、まあで14年目の今年から新作なんですよ。今年、去年まではクリスマスキャロルっていう作品を、その安田美沙子さんに当て書きしたやつをずっと13年間かやってはったんですけど、今年からブルーサンタクロースっていう新しい作品に変わって、でその作品を鈴木治さんが、そうです、これこの辺もやばいですね。鈴木治さんが脚本っていうのも私はすごく嬉しいです。鈴木治さんもしっかり見てますというか、すごく知ってます、当たり前ですがそう、鈴木治さんが脚本のこと知らへんくって、私そう今日みんなと同じタイミングで知って、そうなんってなりました。あ、そうなの、わかんない、そうなんだ。そうで、この新作に当たりまして、かな、そう、新作オリジナル作品です。ちなみにオリジナル作品で、どこ行ったかな、この新作にあたりまして、どこに書いてたんだっけ、ちょっとどこに書いてるか分からん、あ、10月の22日には、記者会見もあるみたいです。すごい、うん、そうそう、記者会見、詳細取材のお申し込みも今募集してるみたいなの で当日は堀江門さんが登壇します。また記者会見の様子は堀江門チャンネルにて配信しますと書いてます。はい、なので取材できるよという方ここ応募してください。まあ出ないと思います、多分ね。ゆきちゃんハートありがとう、パーフォリン、モンブランありがとう。作品は新作ミュージカルブルーサンタクロースは、堀江さん演じる主人公堀舞、合ってるかな、堀舞貴文が自らの苦難の人生を乗り越え、クリスマスの喜びを取り戻していく感動の物語です。面白そうやんね。ね、チャンネル登録してます裕福ではない家庭に育ち、父の自殺や刑務所での経験からクリスマスを嫌う堀舞が、サンタクロース予備校での訓練を通じて心を開き、少年サンタとの交流を通じて自らの過去と向き合います。また日本の有名クリスマスソングが随所に散りばめられており、物語に一層の感動を与えます。ラインポン、シューティングスターありがとう。 We wish you a merry Christmas, We wish you a merry Christmas。 脚本はスマップスマップやネットフリックス作品極悪女王が話題の元放送作家の鈴木治さんが、堀江さんからの依頼により引退前にオリジナル作品を作成。すごいよこれ、ほんとね。高山さんこんばんは。
そう、ヒロインの村田ひろなさんも私一方的に知ってます。ナインさん、はい、嬉しいです。リリーベとか見にコンサートも見に行ってました。なんならで、あ、いや消しちゃった消しちゃった。引退されたな。まだもそう、ママも言っとった同じこと。劇中出演キャストが劇中で使った小道具や激レア商品がゲットできるブルーサンタクロス限定クラウドファンディングも公開予定です。また本作はホリエモン発案のミュージカル×グルメという新たなスタイルの演劇です。今年はアモルファスのイ・チェンファンシェフプロデュースのフルコースを用意します。これね、また結構本気のご飯っぽいですよ。七瀬丸こんばんは。あのマナは去年までの情報しか知らないんですけど、結構ね、あのご飯がほんまもんのご飯でした。ともりこんばんは。本物のフルコースな感じやと思うので、ね、本物のどこに書いてたんだっけ、ご飯のやつ。まあそんな感じで、こんな感じで出演者にお名前を載せていただいております。そう、あともりありがとう。あ、ミホティこんばんは。だからマナたちミュージカルしながら、ご飯の音がなんていうの、ご飯の音がすごい聞こえるらしい。そのパリンってなんかナイフ落としちゃったりとかするから、すごいそれ気になるよって言ってはった。あのお芝居してる時に目の前で皆さんもぐもぐ食べてはるから、マナたちはあの気になっちゃうよって言ってはりました。そうそう、まあそれもすごいよね。だからいろいろほんまどんな感じなのか、うん、何分なるくらい食べる、え、そうやと思うよ、うん、結構本番中でもざわついてるのかもだと思う。ディナーショーみたいだね。だ、うん、なんかね、でもね、何かがディナーショーと違う。あ、ディナーショーはなんだっけな、なんかあんねんな。ディナーショーは確かご飯食べた後にショーが始まるのがディナーショーなのかな。そうだね。ありがとうミホティ。あさっこやほん。あ、ほら食べ終わってから始まるディナーショースタイルじゃない。そうそうそう、正解。それだから、それがディナーショーやんね、やっぱ。ご飯食べた後にディナーショーが始まるでしょ。でもこのホリエモンさんの舞台は同時のタイミングって言ってた。マナたちがお芝居してる時にご飯が運ばれてくるって言ってたよ。しかもね、結構普通めっちゃ美味しそうやった。なんか去年はやけど、その今年の話は知らないんですけど。あ、そうなの昔ファンだったな。多くないみほて昔ファンの人まだ知ってるだけで何人おるか分からんねんけどな。そうそう、だから結構ちゃんとご飯、ちゃんとしたご飯っておっしゃってましたよ。でその結構ホリエモンさんが、てかマナ結構受かりたかったんで、過去のクリスマスキャロルの動画とか、ホリエモンさんの YouTube でなんか事前配信、稽古場配信みたいなのを、違う、そんなことじゃないよ。いいことですからね、人を好きになるっていいことですからええことやから、今いい話してるやんか稽古場配信みたいなよくなされてて、それとかも結構全部見ててんけど、なんか去年まではもうやばかった。稽古場にこっちの話になるからあれやねんけど、もう毎日お弁当というか、あったかいご飯みたいなんが毎日届いて、もういつも稽古の時はご飯持ってかなあかんねんけど、普通はな。でもホリエモンさんの時はもうなんか何もいらないです、ご飯とか持ってかなくていいんで楽ですみたいな、節約できますみたいな話されてて、もう稽古だけでもすでに楽しみ私はね。そう、軽食って書いてるけどまさかサンドイッチじゃないよね。いや、わっかな
けど、じゃあ軽食って言ってるからには違うんじゃ、食って言ってるからな。やだ、元がレシートする。気まずまるやん、それ。気まずまるじゃないですか。面白い。そうだから、まあさすがホリエモンさんだなとそこも思いました。あとそうそう、私そうそう、何年か前というか、なんか何回か受けてて、実はオーディションね。そうで、そう最終まで行ったこともあるんですけど、その時はあかんくって、熊太郎ヤッホー京セラのサロンかっこ、そう、その時は合格できなくて、最後の最後で。でもその時点でも多分割と絞られてんねん、正直。最終に行くってまででも実は多分結構絞られてると思うんだけど、で今年は合格させてもらえて嬉しかったです。すごく嘘つきだった方がいいやつ。いやー、あんなことないんちゃう、さすがに。分からへんけど、いやほんま分からへん、まだもどんなんかちょっと未知やから。でも結構調べとったら、前回出演されてた方たくさんいらっしゃって、 NMB やん、それ。4期生4期生。そう、前回も出演されて、今回も続けて出演された方がいらっしゃって、そう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 、うん、褒めてます、ありがとう。そう、会えました、お会いできました。そう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 。でだからなんか去年の方々、去年出られてた方々にどちらかというと入らせてもらうみたいな感じやから、私すごい嬉しい。スパガのスーパーガールズとかも結構好きやったんで、昔ね。そう、田中美玲ちゃんとか、ちゃんと呼んだかな、美玲さんとか、4ドル50セントさんとかで、 HKT さん、アイドルもね結構多いので、珍しい。でもあんまアイドル多くなかったんですよ、ここまで調べとった時にね。だから嬉しいです。なに、決めて聞きたい。でもやっぱみんなと一緒に考えてもらった自己 PR のタイのお話もしましたし、このショールームでみんなで一緒に考えてもらった直談判行ってきましたみたいな。でもエピソードってやっぱめっちゃいいなと思った。なんかほんま被らへんし。そう、なんかそのエピソード自体はね、すごい受けた感じもありました、喋ってて。でもあんまり正直あんま手応えがなかったんで、わあどうかな、手応えなかったなって思ってたんですけど、でもね、よかった、分からんもんですね、ほんまに。そう、でもすごく私は出たかったので、しかも結構何年か前から出たいと思ってたし、ミュージカルやりたいっていうのも叶って、年内にね、嬉しいです。はい、誕生日に、ちょうど1ヶ月前の誕生日に目標に掲げたタイのお仕事をするっていうのと、ミュージカルをするっていうの、なんか2つともすでにこう年内に叶ったので、ちょっと嬉しい気持ちでいっぱいです。うん、みのって嬉しいよ、ありがとう。そうですね、ミュージカルやりたいって楽しみ。そう、ホリエモンさんの話も、兄な、兄憧れるよね、兄ってね。そうそう、それコメントしてくれとったよね、YouTube のあっちの方にも。嬉しい、あ、ゆうやくんや、ゆきちゃん、ケーキありがとう。ホリエモンさんの話も、だからホリエモンさんをちょっと絡めて、このショールームのことも言ったんですね。うん、そうそう、絶対マルティに向いてるから嬉しい。嬉しい、ありがとう。わなもほんまに嬉しい。ミュージカル出たかった、歌とダンスをねやりたかったので、おでんやかっこいい、ありがとう。ちょっとクリスマスソングをね聴かなきゃいけないです。すごく楽しみ。でも本当に嬉しい、なんか年内最後こうみんなといいクリスマスを過ごせそうで嬉しいです。やっぱ踊るマルティみたいですから、踊るのも歌うのもちょっと久しぶりで嬉しいですね。嬉しいよね、本当に嬉しい。でもそうやって一緒に喜んでくれることが何より嬉しい。この話もして、なんかホリエモンさんのことも結構調べてって、
あの配信されてた時、あまさにその去年のクリスマスキャロルの稽古場でからポコチャを配信してはって、でその辺からなんか配信してる人ってすごいなみたいなお話を YouTube でなさってて、だからこのショールームも2000日連続で続けてますみたいな話もして PR しましたPR しました。そうタイの話もしっかり喋りました。ホリモンさんもねタイが好きでニューハーフさんのお話をされてたから、ちょっとそれは触れへんかったけど触れていいかわからんかったから、そうそう楽しみです。でもすごく、そうなんですよ、違う違う配信者のあれじゃないですよそれな、言ってくれてたやんなお前で。結構でも自己 PR は本当にみんなのおかげで、みんなが考えてくれた文章がすごく素敵で、そう、それでアピールできたから、それ本当に本当にみんなのおかげのやつかも、本当にみんなのおかげのやつです、触れてほしい。でもなんかその稽古場配信とか去年とか今まではよくされてたからね、そういう機会があったらできたらいいかなって思うけどその時はみんながいっぱいまたコメントしてください、嬉しいよね。そう結構考えた、タイに行って、タイに行く前に日本のタイ料理屋さんでもアルバイトして、タイの方に DM 送ってって言って、直談判しましたって言って、このクリスマスキャロルの、違う違う、ブルーサンタクロースのこの、あ、これこれこれ、ここ、このままここ押したらさ、出てくるんですけど、私のこの写真ってどう漏れてる、これ今更やねんけど、ホリチッチヤホン、そうこれは、エピソードでもそれはやっぱあったと思います、ネタが確立イエーイ違う、ホストに狂ってた頃の写真じゃないです、これは、これはマナティの方、これはマナティです。そうネタにしてるつもりはなかったんけどな、ネタだと思われてたんやそうでも言われた、 FM 大阪さんは本当にめちゃくちゃ手応えあった、めっちゃウケたもん、正直めちゃくちゃウケてた我ながら、はい、そんなこともあったんですけれども、これは1997年、そうやねん、これやっぱな、女優さんっぽくっぽい写真にしてくれてるから活発感には見えないですよね、確かにね、そうなんだよね、まあ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 、でもこれはこれで漏れてるんかもな、あんまっぽくない写真が逆にいいのかもねとも思うけど、色がない方がいいのかもね、こういう、今まででも一番良かったかも、ああ嬉しい、でもわかる、自分でもめちゃくちゃあの日でめっちゃ褒められたもんだって、帰ってきてめちゃくちゃ手応えあってびっくりしましたそうそうやねん、プロフィールはこれもでもほとんどもうてか、マナ多分うるさいから、そうマナさんやっぱお仕事のこだわりがやっぱてか事務所に新しく入らせてもらってもう1年経ったんですよ、ちょうどこの前の誕生日でね、で今までは割とまあはいはいって聞いててんけど、まあタイぐらいからかな、タイぐらいからどんどん自我が芽生え出して、なんかでもこれってでこう自分の意見を反抗するつもりではなくて意見として伝えることを最近するようになって、マネージャーさんに、そしたらなんか「じゃあ一回自分でこのプロフィール考えてみてよ」って言って、でそうそう、このプロフィール考えて事務所側がちょっと修正する本になするわって言って、もう私岡村は自由にさせた方が本人がやりやすいんやなっていうのをマネージャーさんも分かってくださったおかげで、そうプルプルファイトありがとう、そうやねん、スムーズに話してた、ほんまよかったありがとう、ほんまに、そう嬉しいな、そうそう、でだからほとんどこのプロフィールも自分で考えさせてもらいました、勝手ながら。1997年9月6日大阪府出身、秋元康プロデュース、ラストアイドルの選抜メンバー、ダンスリーダーとして活動、
オリックスバファローズ球団公式ユニットビーズガールズを経て、22年には始球式を行い、 BS テレビプロ野球中継はプロ野球中継の出演は来季で6年目に突入する。また24年 NHK ドキュメンタリー番組に出演した際はタイにて体を張ったロケにも挑戦し、海外へも仕事の幅を広げている。現在は舞台を中心にテレビラジオなどマルチに活躍している。おはるちゃん、モンブランとケーキとカップケーキありがとう。いや、マナが書いたやつをちゃんと綺麗な文章にマネージャーさんがしてくださったんだけど、てな感じでやっていただきましたね。いい文章じゃない？でもこの紹介文も結構良くない？どう？いいプロフィールだよねこれ。え、他にさ付け加えるとしたらさ何やった？モナ、この配信を2000日連続もまあつけるのもつけてもいいと思うみたいな話をしたんですけれども、多分これでね多分200文字とかやねんけど、なんかいいよね、いいと思うよね。なんか他これは入れといた方がいいんじゃんみたいなある？なんとなくでもなんかいいよね。エピソードなのか分からんけど、これ結構決定版、私の今後のプロフィールこれ決定版でいいと思う。うん、これは入れとかないとみたいなありますか？でも入れたいことまだ全部入れているつもりやねんな自分的には。あ、紙芝居な。オーレス入ったら人間味出てくる。あ、本当？結構自分的にもね考えていい文章なんじゃないかなと。ラストアイズルね、野球好きなとこもちょっと見える気が。うん、何イベント MC もやった。あー確かに、あー確かにね、確かに実際そうだもんね。確かに確かにね、本当だわ。三本柱、ラスサイトビズガラタイの三本柱、そうまさにそう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 、うんうん、まあいいよねこの感じね。覚えときましょう。ちゃんとそんな感じですね。そんな感じでございます。他の皆さんもこうタッチしたらどんなことなされてる方なのかなっていうのが出てくるので、私もゆっくり見たいと思います。年齢層もそれぞれだし、でもなんかその近しい方が多くて嬉しいね。年齢的にもだし、ね、そうそう見てみよう。トロトロハートありがとう。でもやっぱ一つ大きな、私これからの私のなんかまだわかんないけどさ、結構軸になる作品になるんじゃないかなと思ってて、ほんとまだわかんないんですけど、どんな感じのお話なのかも。うんうん、そうでもね嬉しいですよね。と思います。うんうん、ね、うん、本当にすごいと思う。本当にそう、本当すごいよね。本当にそうな、何回も言うけど本当すごいと思う私もね。そう、ターニングポイント代表作みたいになるかもしれません。舞台というかミュージカルでね、嬉しいです。なんですごく頑張ります。本当だね、すごい楽しみ、すごく楽しみでございます。いやでも本当にそう、皆さん素晴らしい方々ばかりなので楽しみです。うん、どんなお仕事もターニングポイントになりそうだし、そうなるといいよね。おお、いいこと言うじゃないか。本当にそうです。うん、そう、また東京暮らしなんだけど、どうしようかなと思って今いろいろ悩んでおります。
友達のお家に住まわせていただくか、またウィークリーを借りるか悩んでるんだよね。今どうしようかなという感じでございます。でもすごく楽しみです。ホリエモンさんともいっぱいお話しさせていただけたらなと思います。どこまで踏み込んでいいのか分かんないんですけど、え、オリックスのユニフォーム着て稽古行っていいんかな、気まずいかな。どうされな、ちーちゃんとルームシーション、いや木崎がいいって言ってくれるかな、じゃあいいとは言ってくれねん絶対に。そう、そうそう、逆にだからそう言わせてないかなってことやねんな。難しいところなの、悩ましいよいろいろ。あ、でも篠原もね連絡くれて、さっきありがとうなよって、優香もね連絡くれて、うん、一軒家貸してくれるで。ホリエモンさん、ホリエモンさんでもホテル暮らしらしいよ。それも YouTube でおっしゃってた。あのさ、こん中おらへん、みーたんとホリエモンさんの YouTube 見た人おらへん、こん中に。長月さんって一緒にお話しされてて、しかもやっぱみーたんお話上手やんか、すごい面白かったです、その YouTube よろしければ。うん、そうなの、三木谷さん、うーん、あ、そうなんだ、目立つ、鬼徹のユニフォーム着てたら笑うと思う。いや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 、稽古着ですって言い切ったら大丈夫では。どんぐりやっほー、大丈夫かな、着ていきたいですけれども、その堀江門さんに対してとかじゃなくて普通にユニフォーム着たいですけど。でも冬場やしな、もっこもこにはなるやろうけどね。そう、すごい楽しみ。そうなの、そうなの、野球ファンの共演者さんがでも一人いらっしゃったの。この経歴見てた時に一人球団チアって書いてる方がいてて、そう、うん、やばい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 。大丈夫だから、そこをいじっていいのか分からへん、その普通にそのまだご挨拶もちゃんとしたことないような身なんで、あくまでそんなしていいのか分かんないです。おもろすぎる。はい、そうなの、何言おうと思ったっけ、今なんか言おうとしてたやんな。あ、そうそう、球団チアの方いたの、ダンサーさんに。そうなの、そうなの、球団チアって書いてたけど、どこの球団かを書いてはらへんかった。オリじゃなさそうやったな、まあ、オリやと分かるか、違う。そう、まあ、そんな感じで皆様、12月の楽しみだね、やばい、2ヶ月なんてあっという間で、でもほんとめちゃくちゃいい今年の締めくくりになると思います。うん。伝えてはやばい、おもろいな、うん、そう、個性ですからね、何事も個性ですから本当に。でも結構去年のとかも見ても、キラキラ、なんか自分自身がイルミネーションみたいな衣装着てはって、え、めっちゃ可愛いって思いました、うん、言ってた。配信もあると思う、そうだよね、え、そうだよね、確かにそうだよね、配信もあると思うよ。でも楽しみです、そうなんです、お楽しみに。そしてそして直近、あ、やばい、あと1分で秋嫁だよ、みんな秋嫁してから告知して終わりましょうかね。うんうんうん、どうしましょう、去年配信あったみたいだね。だからもう多分素直に結構人気作品だと思うので、そもそもが19日からチケット販売みたいです、ぜひ遊びに。まあ、でもまだちょっとマナがな、どんなお話とかが分からへんからちゃんと言われへんねんけど、すごく楽しみです。うん、突っ込んだらええねん、いや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 、はい、カウントダウンしましょう。30 29 28 27 26 25 24 20、はい、明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いします。あ、そうそう、ディナー出るならそれなりかと、そうだね、本当にそう、明けおめ、明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いします、明けおめです、明けおめ、ことよろ、明けおめ、ことよろ、ことよろ、明けおめ、明け
です。嬉しいな。でも鈴木治さんの作品に出させていただける日が来るとはすごく嬉しくて楽しみです。涼介お疲れ様、おはよう。はい、告知します。今週、ああもうちょうど1週間後ですね。やばい、ちょっと曲覚えなあかんねんて。明日から練習するわ。明日からほんま練習するわ。結構マジな方で覚えないといけないんです、曲を。スタージェットヤッホー、10月の19日20日日体カルチャーフェア2024 in 京都の MC を務めさせていただくことになりました結構忙しい、まだ結構忙しかったこの数日。実はあんまり出してないかもけど、ちょっと疲れてるもんだって。正直もうこんな感じやもん。結構ね、久しぶりにめっちゃ忙しかったです。なんか、はい、日体カルチャーフェア、あ、10周年記念すごいねよく覚えてるもんやね。野球ファンの方ってほんとよく日付覚えてるよね。日体カルチャーフェアでライブを担当させていただきます。3日後ぐらいに多分タイムスケジュールが出ると思うんですけど、結構長い時間ライブもさせていただきます。 MC としては朝の10時から夕方の5時まで、付きっきりでずっとステージにいさせていただいておりまして、それもやっぱり緊張してきた普通に。でライブも、セットリストも決まりました。やっと、本当遅くなっていろいろとお手数おかけいたしました。そう、ライブもさせていただきます。終了後に特典会もあります。京都でね、合間でサッカー見に行ける時間ちょっとわからないですね。あ、何タイとかけてる、それ今タイの話してる。特典会があるイベントが、あ、てかそうそう、実はそうなの、こんな自由にできるのが実はそうそう最後かもしれなくて、そうなんですよ。まあいろいろあるんですけれども、そう、結構自由に特典会を今回とアイドル無双はさせていただくんですけれども、こんなのびのびとできるのはワンチャンラスト説があるので、ぜひ来てもらえたら嬉しいです。そう、大体多分特典会は5時、夕方の5時以降にさせていただく形だと思います。夕方5時以降にステージ近くでさせていただく感じだと思いますので、特典会は現状写真だったりサインだったり、行きたいな、行けるかなってことは来てくれるということでありがとうございます。はい、ぜひ来てください。ラストなら知らないから行くわ、言うてありがとうございます。で、11月の5日はアイドル無双ということで、肥後橋で、トークショーをさせていただきます。そちらもまあ今年1年を振り返ろうということ、ちょっと早いんですけど、この1年をねみんなと一緒に振り返ればいいなと思いますみんなさ、なんでさ、その、あ、見る隙間の時間そんな気にしてるわけあ、どうなんだろう、聞いてみるね、撮影可能かな、難しいな、どうだろうな、ちょっとあんまり期待しないで、正直あんまり期待しないでください、撮影可能かどうかは。はい、すごく楽しみです。まあでもそうだよね、せっかく京都に行くからね。うずまさは、うずまさでもちょっと奥やからな、京都駅から1時間ぐらいかかるよね、うずまさって。うずまさまで行ったら車崎神社行ってほしいけどな。そうそう、まあせっかく京都へ行くのでということで、とりあえず10月の19日20日は日体カルチャーフェアの MC、 そしてライブ、そして特典会もさせていただきます。で、11月の5日はアイドル無双肥後橋でトークショーをさせていただき、こちらも特典会もあります。ぜひ遊びに来てください。そして、本日発表されました12月の12日から18日はホリエモンさんプロデュースミュージカルに出演させていただきます。脚本は鈴木治さんということで、すごく楽しみです。皆さん来てね、お願いします。あ、特典撮りたい、あ、ごめん、その情報全然置いてないけど、どんな感じなのちょっと見ていいっしょ。あ、そんな感じなんやね、なるほどね、そんな感じなんやね、はいはいはい、覚えときます、はいはいはい、あ、行きますコメント今回は大丈夫な気がする。なんか、あ、その行きますコメントの文化がなくなったっぽいありがとう、気にしてくれて先輩。たまちゃんこんばんは、お待ちしてます。行きますコメントなくてもお待ちしてます。忙しいって最高だね。分かった、極悪女王ね、分かった。何で見れるって言ってた。たかひろこんばんは、ありがとう。ネットフリックスか、
たまちゃんこんばんは。甲子園に行きます。おー、頑張ってください。応援しております。ネトフリか。ネトフリなんだな、みんなネトフリなんだな。地面師もあんな知ったかぶりして喋っとったけど、まだ見たことないからなすいません。はい、ネフタリは外ありがとうございます。ソダ選手ね、極楽上評判良さそう。見ようかな。鈴木おさむさんですからね。はい、少し興味を持たせていただきたいと思います。川上さんがねやってましたね。ネットフリック気にしました。めっちゃ好きやん。そんな面白いんやん。タイトルも知らんかった。申し訳ないけど、やっぱ今風の子じゃないからさ、ものが。バンドシーンはないよて。はい、ということでランキング見ます。うん。それは知ってんねん。実際にこういう事件があったって話は知ってるし、結構お話は聞くから、聞く分に知ってんねんけど。13位、ケンザブローさん、ありがとう。おにぎり、ありがとう。ジェニー、ステラテラテラ、ありがとう。11位、ユキ、チャチャチャ、ありがとう。10位、エイジさん、ハヒフヘホー、ありがとう。9位は MOTO、もともとモートさん、ありがとう。8位はおでんや、はちち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 、ありがとう。7位はとも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 、ありがとう。6位はドロドロドーンちゃん、ありがとう。9位はごどんや、おやすみなさい、ありがとう。10位は松村さん、あり、松村、ありがとう。最後は高弘月弘双子ちゃん、ありがとう。2位は MJ さん、ファン、ありがとう。そして栄える第一等賞先輩はずんだら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 パン、みゃみゃみゃ、やねん、ありがとう。やねんでした、ありがとうございました、ありがとう、ありがとうございます。そして本日のハッピーラッキーウッキーパーソナリティショッキングピンク人間さんはパン。おお、まただ。いいな、いいなでした。え、この前もやったやんな。すごい、おめでとう、ありがとうございます。アリスガバ、ありがとう。コウモリ、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございました。はい、ということで今日は、ミュージカル決定してすごく嬉しい。ホリエモンさんのさ、ミュージカルの公式のツイッターにも、岡村真奈ちゃん出演嬉しいです、岡村真奈ちゃんの出演やったって書いてくれてる方がたくさんいて、それもまた嬉しかったし、みんなが本当に同じ気持ちになって喜んでくれる方がいてくれるっていうのがもう何より本当に嬉しいですね。マナがやっぱずっと口にしてたのもあると思うんだけど、マナティミュージカルしたいって言ってたもんね、できてよかったねって一緒に言ってくれたのも嬉しかったし、オーディションのアピールポイントをみんなと一緒に考えて、それで合格することができたっていうのもまた一つみんなとのいい思い出になってすごく嬉しいです。ありがとうございます。そうなの、うん。ゲキティって何？調べとくわ。トム・ヨシヒロさん、こんばんは。あとね、フィフティエさんのね、振り付けの方もいらっしゃった。同じ共演者さんに教えてもらうわね、絶対に絶対に教えてもらいたい、絶対に教えてもらいます。はい、ということでまた明日からちょっとタイのモードに一回切り替えて、いろいろとやらないといけないので頑張りたいと思います。皆さんぜひ拡散、リツイート、いいねなどなど、まあ多分してくれてる方多いと思うんだけど、リツイート、いいねなどなどしていただけたら、あとリプもくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。マジで特権だよね。ということで皆様本日もありがとうございました。また明日ね、バイバーイ、おやすみなさい。もうお眠ちゃんだからすぐ寝ますよ。おやすみなさい。バイバーイ。はい、いいホリエモンさんを。バイバーイ。ミホティハートありがとう。おやすみ。みんな早く寝るんだよ。おやすみ、おやすみ。バイバーイ。ここ数日確かにお昼の配信が多かったから、なんか久しぶりなの方もいらっしゃる、もしかして。おやすみね。バイバーイ。またね。バイ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 。
またね。 See you.